はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15続きやっていこう。寄り道をずっと繰り返しているところで、森によってモンスター倒して、で、またファントムソード新しいの手に入れて、で、また改めて、カイムの岬に向かう船旅の支度をね、早くして、スイートオリティシエに行こう。今、ファントムソードが6本。よし、じゃあ。車は相変わらずボロボロだけど向かいます。よし、出るか。了解。みんなオルティシエに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえよ。わ、そうだよね。イリス、どうかした？うん、いいなーなんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はあ、カイムに着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。うん、一緒に行こうぜ。一緒にオリティシエまで行こうぜ。そろそろ休憩しねえか。どうして？運転手に疲れられても困るだろう。なるほどな。何かあったら大変だもんね。ああ、妹思いの兄だな。まだ昼だけど。あ、海だ。下車してなんかあんのかな。狭かったな。それは悪うございました。冗談だろ、むくれんだ。兄さんが大きすぎなんでしょ。おう、海。ルナフレーナ様がオルティシエにいらしてるそうね。アコルドで大丈夫ですかね。あの国ほとんど帝国でしょ。シルバーバングルあった。基地の話聞いたか。ルシス人に襲撃されたって。中の偉いやつ入院してるらしいぜ。そう、我々だわ。この人たちさ、どうやってここに来たんだろう。車もなんもないけど。はい、行きますよ。じゃあ出発しよう。うん。あれ、これ何の匂い？塩だ。海が近いようだな。ふわ、綺麗。いい場所だな。うわー、景色最高だな。あー、このまま眠れそうだ。寝るのかよ。さあ、カエムまであと1キロ。ガーリナとはね、別の場所から海をね見ておりますよ。大きな橋が見える。おお、立派なもんだ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。今さらだけど、ちゃっかりこれ追い越し禁止とかさ、ちゃんとなってるんだ。まあ追い越しできないんだけどね、車がいても。ねえ、あれ一緒に見ない？なんだ。え、何？なんだと。着いたかな。とことん寄り道をさせてくるな。何を見ると言った。とりあえずちょっと降りてみよう。ん、なんかいる。あ、モンスターか。シルベがあったけど、シルベはとりあえず寄っとこう。綺麗な色してんな。おやつらは倒しちゃおう。ほら、お、有効な剣。てめえ、油断したな。よし、完璧。
璧。かっこよかったよ、ラプター。川からこれ海に繋がってるんだ、この場所。シルベがすぐ近くに、あとフィッシングスポットもあるけど、ノクト大好き。でも釣りってちょっと時間かかるから、あんまりレベルも上げてないんだよな。浅瀬だ。なんかアイテムが落ちてる。クレインシェル。さあ、オーシャンビューのシルベ。目にゴミ入りそう。まあ休んでっか。料理もまだまだあるし。エレメントが持てないアイテムがあるな。宝玉。さあ休んでこう。よし着いた。今日は野宿ってことで。さて料理どうしようかな。あんまり材料のいいもの食ってもあれなんだけど、これがね今のところ最も能力値アップが高いものなんだと思うんだけど、ウェナスサーモンってなかなか釣れないし売ってないし、どうしようか。サンドでも食べるか。みんな大好きガルラ肉のサンド。さあレベルアップしてイグニスも順調にクッキングレベルアップ。ノクト一番低いな。よし出るか。了解。よし出発。まず車に戻る。さああと 700m、 もう着くでしょう。じゃあ出発しよう。うん。ご飯係いつもイグニスなの？ああ兄さん手伝わないの？お、ノクトは？なあ、たまに？たまに？な、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。あと 350m。 着いたか。うん、ここイグニス、お疲れ様。あ、タルコット元気だといいな。灯台がある。お、そして見覚えのあるトラック。カイム到着。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。現在地がね、ここ。薬類ちょっと見とこう。いらっしゃいませ。なんかこの辺謎のアイテムもね売られるようになってきてるんだけど、まあ毒消しがあればまあ十分なんだけど、この辺も少し買って。ありがとうございます。あ、買ってこう。この辺お金がね結構溜まってるからねこの辺は買っちゃう。これも買って料理の足しにしてもらおう。さて車は止まってるけど、ここにいないって。向こう灯台がある。立派な灯台だな。あ、登ってみます。風は強そうだが眺めは良さそうだ。おう、シドニーいた。待たせたな。来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。おお、ありがとう。実質3日ぐらいかかってるけどね、ここに来るのに。2キロぐらいなのに。あー、終わらせたくないな終わらせたくない。ちょっと待って、灯台の上行ってみよう。灯台の上
灯台、スリッパな灯台。立派な灯台だけど今登れないのか。神奈木就任記念硬貨、別れちゃうからじゃあ登ろうみたいな感じか。なんかお店もあるけど、お店かこれ。宿か。開く。あー、いた。あれ、空っぽ。まあ、シトニーに話しかけるか。はあ、戦わなくて済むって安心。ほっ、終わります。一緒に旅ができて楽しかった。パーティーアウト。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくじいじが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん構わない。ああ、そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石、この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。タルコット来てるんだ。ダスティンって人にまだ会ったことなかったっけ。この家にいるんだろうね。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね、私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。あー、家なんだ、宿じゃなくて。シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。ミスリル。手帳を見て僕勉強しようと思って。将来有望、タルコット。それで修理したらいける、オリティシエに。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？大丈夫。エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん、じゃあ中にいるから。クエストコンプリート、支度がコンプリート。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。ん？お出かけ？え、出かけるってパーティーから抜けるってこと？引き止めてみる。いつもロンだよ。すぐじゃねえが、長くもねえよ。奮起。仲間から外れました。え、唐突。あ、チャプターエンド。
これ3枚もあるし3枚もあるし、そうかそうか。じゃあチャプターが終わったので、今回短いけどここまでにしよう。なんか突然グラディオが一時パーティーから抜けるって言い出しちゃったけど、まあ、船を修理してオルティシエに迎えるようにしよう。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。